こちらスワンの形をした、はい、かわいい。そうなんですよ、おめでとうございます。ありがとう。なんだこれ。ミルクラボプラス。どうも僕たちはミルクです。どうも、早丸です。吉田慎人です。中中太郎です。塩丸です。ということでやってまいりました、ミルクラボプラスでございます。今日はまあ番外編みたいなもんですね。そう、番外編というか、まあ、ハピネス動画でございます。何をするかと言いますと、はい、あのまあ先日というか、まあ去年になってしまうんですけれども、はい、12月に山中さんと吉田慎人さんがお誕生日でした、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。なかなかまあ集まれなくてですね、はい、あの誕生日プレゼントを渡せなくて僕たちは、うん、なので今日はちょっと誕生日プレゼント渡し会ということで、おー、ありがとうございます。もらえるの、はい、楽しいよこれ。今日はもうだからもう別に順位もつけなくていいし、うん、ただもらってありがとうで終わりなので、あー、いいっすね。とても平和な動画ですし、見てくれてる皆さんはミルクのメンバーがどんなプレゼントを渡すのかっていう、まあ、センスとかを見てもらえればなと思いますので、ね、それでは次やっていきましょうか。はい、はい、ということでまずは山中純太郎さんの方にね、嬉しいな、あの誕生日プレゼントを渡し合いたいと思うんですけれども、どっちから渡しますかプレゼント。でも今回は2人で、そうなんですよ、僕たちは2人でお買い物に行きまして、はい、僕だけハブられます。違う、まあ、実際ハブりました。おいおい、そんな言い方やめろよ。2人で買ってるから多分最後にしようか、俺先に。いいよいいよ。そうだね、しかも大ちゃん結構練ってくれてたでしょ。そう、あげたいものがあったみたいな。あげたいものがあって、うん、で、そのあげたいものがちょっといろいろあって、今からまあ出すんだけど、はい、すぐ手に入れちゃうと大変なことになっちゃうから。なるほど、何、その、もう直前に行きたかった、直前に行きたかったんだけど、もう前日に言われたから、もう今日慌てて行ってきました。嬉しい、マジ、ありがとう、ほんと。すごい、みたいみたい。というわけで、お渡ししたいと思います。はい、めっちゃ気になる。山中君のお誕生日プレゼントです。ちょっとこちら開けますね。こちらスワンの形をしたチョコレートでございます。かわいい。そうなんですよ、おめでとうございます。ありがとう。なんだこれ。そう、あのね、そう、なんかね、俺これを百貨店に来たときに、スワンがいて、ケーキを買ったときに、重太郎じゃんと思って、なんで特徴的な綺麗さ。ほんまにずっとスケジュールさ、もういつにすんのって、ずっと言ってたじゃん。それはこれをいつ買おうかもめっちゃ見たね。おうちにずっと置いてるとさ、まあ、大きいし、冷とか入んないから。色変わっちゃったりとかね。そう。で、これはどうするんですか。だからこれを、だからこの動画の最後の方に、おうちで食べてる動画を。なるほどね。重太郎くんがこれ食べきると驚いた。そう、食べきるまで。もう肌がすごいことになってるよ。赤になってるよ。あ、ほんとだよ。本当にね、これは結構前からあげたいなと思って。嬉しい、でも嬉しい。なんか、いいですね。いい、ラグジュアリー感すごいね。うん、チョコ。帰ったら、早速食べてください。食べてください。ありがとう。お願いします。嬉しい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーです。目を閉じたままで、お願いします。僕たちが、提示するものはですね、うるせえな。待ってよ。出してんだよ。喋り出しちゃうんだもん。そう、出してください。僕たちが提案するのはプレゼントでもあり、新しい趣味の開拓。え、ちょっと怖いな。20代になるということは大人の一歩目を踏むということ。まだ19だよ。こういう趣味は新しいね、まだ19だよ。若いうちに始めといた方がいいということで、こちらをプレゼントいたします。どうぞご覧ください。おお、レコードです。あり、あり、あり。レコードを買いました、僕たち。これ良くない？めちゃくちゃいいね。まあ、ジュタル君といえば、やっぱミルクでおしゃれ番長なんで、うん、部屋の中はやっぱおしゃれにしてほしいなっていう。いや、そういうことよ。おしゃれな方の家は、やっぱこういうのありがちじゃないですか。結構あるやっぱ。うん、だし、ずっとジュタルさ、おうちで曲流してない？流してない。お邪魔したけど、基本流してるんですか。ちなみにこちらですけども、桑田佳祐さん。はい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 。桑田バンド。バタランドさんですかね。それのなんかちょっとレコード1枚買ってみまして、うん、まあ、ちょっと1回お試しということで、うん、これマジで嬉しい。おもっ。家で1回だからこれもつけてね、設置して。あ、そうだね、設置してもらって。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。やった、めっちゃ嬉しい。ハッピーです。
はい、続いてはあのうちのリーダー吉田さんのコメント交換に行きたいと思います。はい、じゃあ順番いいですか。はい、じゃあもう隼人さんからいただいていいですか。僕からいきます。知ってるんですね。あのですね、うっすらと知ってます。はい、お願いします。いや、ごめんなさい、今ね多分濁していったけど、はい、ジント君どれ欲しいって聞いて、うん、これって言ってられました。完璧にしてます。その俺にセレクトするものをなんか考えてて結構悩んだのよ、なんかいいものなくて、うん、でパーって見て、おこういうのねいいよねって言ったら、ジントね、と取ってレジに行きましたんで。待って、かぶってるかも。え、わかんないわかんない、今ジントが欲しそうなもん買っちゃった俺も。まあ、まあまあいいじゃん。いや、何プレゼントもらうかって楽しいじゃん。楽しいじゃん、楽しいじゃん、ワクワクするね。そうそうそう、イエーイ。いやー、はい、ということでいきますね。はい、まあこれ、こちらが私が、まあ、ジントくんと一緒に買ってきた、まあ、ジントくんへの誕生日プレゼントでございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ開けましょうか。開けていきたいと思います。ジントくんは何歳でしたっけ。僕は21歳になります。大丈夫、もし被ってくれないでね。分かった。これはね、いいですよね、まあ、本人公認ですから。いや、僕はね、やっぱり今の僕にとても必要なものだなっていうふうには感じております。はい、僕がいただいたもの、それはこちらでございます。サイフォンです。あー、はい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 、はい、僕ね、まあ、喫茶店とかも行くんですけど、はい、サイフォンで入れたコーヒーってやっぱすごい技術いるけど美味しいんですよ、やっぱり。違うんだ。だし、なんかこのここにね、お水入れてアルコールでやったら、お水がね、この管を通って上に行ってコーヒーと混ざって、ここでコーヒーができて、火止めたらここにコーヒーが戻ってくる。なんかちょっとケミカルって、なんていうの、理科実験みたいな、はいはいはい、ちょっとね、男心くすぐるところがあって、かっこいいね。かっこいいんですよ、これは。下の感じかっこいいね、この。いや、そうなんですよね。わかるわ。これをね、まあちょっと入れてみたいなって、なるほど。ハッピーです。じゃあ、私行きましょうか。はい、こう、大地君が次行ってくる。私の小ぶりですね。小ぶりですね。え、これで、ね、こちらでございます。え、なんだこれ。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。え、あ、ちょっと待って、これいいんじゃない、もしかしたら。なんだ、なんだろう、ね、なんか軽さ的にもすごい軽い。軽いな、うん、でもこれも重太郎と一緒で、ジンとはこれだなと思って、うん、結構探し回りました。なるほどね。見て、すがる塗り。あー、ってことはあれか。何でしょう。どうぞ開けてください。こういうの好きそうかも。なに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 、まだあるよ。なになになに、すごい梱包、まだあるよ。果汁包装すごいじゃん。なに、まだあるよ。わかった。マジで使えないよ、こんなの。お箸でございます。お箸、そちら、はい、非常に貴重なお箸でして、職人の方が2ヶ月間かけて作った箸です。非常に軽くて、なおかつその上の部分ザラザラしてる、純銀が入ってます。ザラザラしてる。なんかなんかに沈下しちゃうよ。マジ、このなんか留め具みたいなとこ持たないとちゃう。マジっすか。使えねえよこれ。使えねえよ。で、その職人さんがいる時に買いに行ったんですけど、はい、そのまあ使える人はもう70年も使うと。70年で、先がたまにかけることがある。あ、そしたらそこに入っている電話番号にかけてくれたら、いくらでも修理するよ、します。マジで。一生も誕生日ってなんか自分でこれ買わないだろうなっていうのがあげたくて。確かに、この値段のこの箸は買わないだろうな。買わないわ。あんまそこザルトさんの持っちゃいそうだよ、ちょっと力で。めちゃくちゃ軽い。めちゃくちゃ軽い。何これ。なんなら割り箸より軽いぐらい、本当に。本当にすごい。ちょっと持ってみ、ちょ、これメンバーと共有したい。持った、大地は持った、持った、もちろん。あんまそこさんのよ、お前銀使えたの。俺の銀だからな。あー、そうだよ、お前。いや、これはマジで、あのさ、箸入れあるじゃん、こうガシャって入れるやつ、あれとか入れらんない。入れない。あれと俺、切り箱買おう、これ。いや、ありがとうございます。これはアピです。おめでとうございます。びっくりだよ、本当に。衝撃。アピです。続いて、じゃあ僕ですね。はい、じゃじゃん。皆さん知ってます、知ってる、皆さん有名なブランドですね。お開けください。ちょっと一回パッて見る。お気に召してないこれ。お気に召してない。いやいやいや、いや、まだ今ちょっと、まだちょっとついてない、まだ。ちょっと待ってよ。ロンティです。アンダーカバーのロンティでございます。しかも金色。金色だね、これ。可愛くない、普通に。可愛い。可愛いっすね。可愛いじゃん。
ちょっと着てきていいですか。着てきましょうか。着てきます一回。去年とかも俺だと思う。ちょっと待って、詳細は聞いてこなかった。ちょうどいいっす。ちょうどいいっすよ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょうどサイズいいじゃん。ちょうどいいし、なんかこことかなんか、ああ、いいちゃんとしたやつって感じがする。だから定価はすごいするけど、うんうん、シーズン落ちだから下がってて、いいものではありますよ。すごいね、はい、ちょっと怖いわ。なんか全部使ってもらったもの、俺怖くて使えないぐらい嬉しいんだけど。使ってもらうアピです。じゃあ最後ちょっと十太郎くんのジント君にね、はいはいはい、方法言ってもらって、はい、しましょうかね。僕、まあ、19歳になったということで、はいはいはい、まあ、今年はもう本当に頑張っていきたいなと思っておりまして、うん、まあ、個人としてもミユキとしてもちょっと一個上のランクに行けるように頑張っていきたいと思っております。うん、それね、去年全く同じこと言ってた。全く同じことでした。はい、ということで、ジント君にね、まあ、17歳でしたっけ、21歳です。21歳の方をね、はい、ちょっとまあ、心に染みる言葉をいただきましょう。いやー、もう僕はもう簡単ですよ、本当に。もう、笑う角には服着たり。はい、入れました。本当に。入れました。はい。もう、とにかく何事にも、楽しい、楽しいっていう、あ、ちょっと何事にも、楽しいっていうね、何事にも、楽しいっていう感情を持って向き合う。そしたら、まあ、全部伸びていくし、月こそものの上手なれじゃないんですけど、はいはいはい、だしこう楽しい人のところには楽しい人も寄ってくるし、寄ってきますね、幸運も巡ってくるし、はい、とにかくね、もうみんな2回目だからってそんな対応せんでよ。適当ですよね。もうとにかく楽しくね、生きて、もっとミルクもこうハッピーなグループにしていけたらなっていうふうに思います。素晴らしい。はい、ありがとうございます。ということで今日はハピネス動画でしたけれども、皆様いかがだったでしょうか。まあまた次はね、ちょっと僕の番なんですけど、3月僕の番なんですけど、今度は僕の誕生日を皆さんちょっと考えていただけると幸いでございますけれども、どう第一？でもね、俺ちょっともう考えてる。マジ？まあまあお楽しみに。楽しみに。また次回のハピネス動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、ということでちょっともらったねサイフォンを開けていきたいと思います。こうやって下から火をボーって当てて、水がわーってコーヒーってここで混ざってコーヒーになって、火パーって止めたらここにこう全部わーって戻ってくるみたいなね、かわいいサイフォンというね、コーヒーの入れ方の機械をいただきました。ありがとうございます。あとこれ十太郎くんにもらった T シャツに、これが大地くんからもらったお箸ですね。これに関してはマジで本当に気合入った飯時しか使わん、なんかもう手頃な洗剤でも洗いたくないぐらい本当に貴重なものですから、大事にね、なんかこう使っていきたいなっていうふうに思います。ということで素敵な誕生日でございました。本当にありがとうございました。ただいま帰ってまいりました、山中修太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、早速誕生日プレゼントをいただいたので、それを開封していきたいと思います。イエーイイエーイ。もう疲れてテンションがおかしくなっておりますけれども、嬉しいなこれ。おお、やばい、今日部屋の片付けできない、絶対部屋の片付けできない、絶対部屋の片付けできない。ちょっと説明書を読んでいきます。カットで。皆さん、やっとできました。ちょっとやってみたいと思います。いきます、スタート。スタート。動いてよ。I'm gonna give you the eye you're looking for.
皆さん、行けました。やっと、やっとここまでたどり着くことができました。ということで、これをかじって動画終了です。皆さん、本日も動画ありがとうございました。3、2、1、あ、いかがだよ、いって、いた、痛いけど、くちばしのとこ、いけ、もう、大ちゃん、じんちゃん、はやちゃんありがとう、しゅんちゃんもメッセージ、ブログありがとう、牛牛祭も楽しみます。I hold the best an angel under madman in me. The Dylan Thomas. 誰かの名言ですね、これは。あんま分かんないですけど。ちょっとそれあれにしたら、インスタのさ、かけるプロフィール欄に表示したら。